こんにちは、豊さん、はい、ここに来て筒香選手の情報が入ってきました。あ、心配だな、はい、そうなんです。レンジャーズ参加 3A のラウンドロックを退団ということで、まあ、オプトアウトという契約破棄条項を行使して今チューブラリンの状態になっているという、まあ、でここでどこかからお声がかかるのを、まあ、待つしかないということですよね。7月の、まあ、期限までに。筒香選手はここ最近では打撃の感覚が一番いいと、以前にはいろんな力みがあって体が止まっている感じがあったというところで、まあ、今一番いい状況なのに退団という形、まあまあ、一番いいのにメジャーから声がかからないというな、だからそうなんです、もどかしいよな。そうなんです。でそんな中でまたささやかれているのが日本野球界復帰説ですね、これは。まあそうだな、はい、で DeNA なのか、である記事によるといやいや巨人だよというふうに押す記事も出てます。俺はもう帰ってこないんじゃないかなっていうような気がするけどな。あの豊さん、毎年毎年筒香選手日本に戻ってきてやった方がダメだよっておっしゃってましたが、ここに来てもう戻らないかもしれない。あの子の性格だよね。あのどんな性格なんですか、筒香選手って。どちらかというと我が道っていうことだよね、うん、はい、でまあ、それがわがままとかそんなんじゃなくて、うん、やっぱり自分の将来的なビジョンを掲げてて、はい、で彼はやっぱこう後進の指導というかさ、和歌山で団体かなんかを立ち上げてるよね。あ、子供に対しての支援というかね、はい、その日本球界に戻ってくるのかなっていうような、うん、まあ、そのまま向こうでまだ勉強して、はい、まあ、いろんなことを吸収しながら、野球ってメジャーだけは野球じゃないし、日本球界の野球だけじゃないからね、はい、うん、他にもいろんな団体があって、まあ、向こうで言えば独立リーグとかもあるだろうし、うん、まあ、いろんな国がやっぱり野球をやっていて、うん、そういう野球も勉強してくる可能性もあるよね、筒香は、うん、そうですよね、うん、まあ、ダルビッシュも言ってたけど、たかが野球できるだけじゃないって、人としてどうなんだって、うん、まずは、うん、で人を磨くのにはやっぱ苦労を買って出るというか、はい、筒香も自分を磨く、人間を磨くという意味ではそのマイナーにいて、うん、いろんな選手と触れ合いながらっていうのは勉強になったと思うんですよね、はい、みんなそうメジャーに行けば上がり目、うん、いいとか、はい、日本球界に復帰して打てればグッドみたいな、うん、じゃあ落ちるのがじゃあ悪なのかっていうことだよね、うん、俺は悪ではなくて、うん、勉強の視野を広げるためには、うん、そういうところに一旦身を置いて、はい、見渡してみるっていうのも、うん、俺は勉強になると思うし、悲観的になることはないと思うんだよね、うん、だからその日本球界復帰が果たして善なのか、うん、っていうことを考えると全然善でもないし、はい、筒香の生き方っていうのがあるから、はい、だからそれは彼の生き方をしてほしいなっていうふうには最近思うよ、うん、はい、だからあの時点でメジャー行ってまたクビになった、もう帰ってこいと、はい、まだまだ元気だし、うん、だけど彼は それも押し切ってマイナーでもいいから向こうに身を置いたっていうのは何かやっぱ考えてることっていうのはあると思うんだよね、覚悟とか。まあそうですよね、うん、だから俺はなんかね帰ってきそうもないような気がする、うん、まあ、記事にも出てるんですけれども、まあ、戦力外通告ではなくて筒香選手側から自ら契約解除できるそのオプトアウト権を行使したということなんですけれども、ここ最近も3試合連続でホームランを放つなど6月に入って調子すごく上げていたそうなんですけど、チーム事情でやっぱレンジャーズではメジャー昇格の目がないということから他球団の移籍を前提にした退団というふうに見ているので、やっぱりまだ向こうでメジャーでやりたいと、他の球団でっていうところ。いや俺はそう思うよ、うん、やっぱ行ったからには日本球界っていうのに振り向きはしないと思うんだけどね。あ、ただ日本球界のチームとしては筒香選手、まあ、まだ31歳ですけども欲しいっていうふうなものはあるんですかね。いやそりゃそうでしょ、うん、やっぱそのイメージが残ってるから。あ、そうです、ね、筒香のだからあの子だったら悪くても20本打ってくれるみたいな、うん、いやよかったら40発いけるぜみたいな、はい、そういうことを思ってるのかわからないけども、うん、やっぱり状態を見ないとわかんないしね、そういうことは、うん、やっぱり人生だからさ、はい、難しいよねこれ。そうです、じゃあね俺筒香の父だったら、はい、お前の好きにしろっていう、あもうここまで来たらお前の好きにしろ、
さあ早い段階だったらもう一回こう整理して帰ってきてもう一回挑戦してもいいんじゃないのかって言えたと思うんだけど、はい、もうここまで来ちゃったら、うん、もう好きにしろって、うん、って言うよね。逆にそうですね、うん、お前の人生だし、うん、お前がどんな野球をしたいのか、うん、でも俺は素敵なことだと思うけどね、うん、マイナーに向こうに行って華やかなところで活躍できなかったとしても下の野球で一生懸命やりながらいろんな勉強してるんだろうなと思うよ彼は、うん、だから人間的にはすごく磨かれて、はい、帰ってきた時には素晴らしい指導者になるんじゃないかなっていうような期待もあるし、ね、そうですね、うん、これが日本に帰ってきてなんか中途半端にやって、うん、はい、クビになりました、え、筒子って何だったのかなっていうような、うん、まあそういうことではなくてやっぱすごく勉強になってると思う今、うん、今そうだってずっと横浜高校時代からまあ中学の時からか注目されて、はい、で横浜高校に入って1年から4番打って、うん、ずっとスポットライトを浴びてきた人間で一つ違う世界を見た時に彼が感じるものって何だったのかなっていうのは人として聞いてみたいよね、はい、でメジャーでやった、あすごかったねあの時は、あの時ホームランどうのこうのってそんな話なんかいくらでも転がってるからさ、うん、じゃなくてなんか筒子みたいになぜそこまで執着したのかとかさ、うん、やろうと思ったら日の目を浴びるような世界っていうのは用意されてるのになぜ選んだのかとかさ、俺そっちの方が興味があって人間的に、うん、だから素敵な人間になってるんだろうなとは思うけどね俺も、うん、そうですよ、ね、うん、ただじゃあ仮に日本球界 DeNA や巨人が欲しいとなった場合はまず DeNA は動きますか。筒子が行く時にさ、はい、ポスターを作ってるんだよね、待っているとか言って、あ、じゃあ帰ってくることを見越して作ったんですかね。多分今背番号25って誰がつけてるの。ちょっと待ってください。 DeNA は開けて待つ、開けて待つって あったありました、開けて待つ、誰もつけてないでしょ。つけてないですね、25番、25番ってつけてないでしょ。準永久欠番になってるそうです。だから待っているっていう、まあ、そういうポスターが、ね、開けて待っているっていうのは、まあ、そういうことなのかなって。まあ、それはもしかするとあのメジャーに行くときに何かそういう球団との、まあいや球団とのっていうか、まあまあそういう約束が、まあ、当時はあったけどね多分、うん、だけどそれが生きてるのかどうなのかって今度帰ってきたら困るみたいな空きがない空きがない空けてもらったじゃなくてただ本当に仮に帰ってきたとしてポジション的にいやだからそこだよ、どうなるんだろう、だからそこなんだ、そうですよね、うん、空きがない、まあ時代は変わりますからね。そうか、今じゃないとか今じゃないもう遅いとかさ辛い辛い。でも逆に今度は巨人がずっと筒子選手に、はい、あのアプローチをかけてました、はい、ってなってくると巨人はどうなんですかね。巨人はレフトは開けてあるみたいなまあでも秋色が今守ってるしな、でもまあそこら辺はなんとかしそうだよね、開けますかね、うんうん、まあ巨人は可能性あるよね。そうですよね。で、まあ、戦力的にも巨人は欲しいというふうに筒子選手のことは、阪神も欲しいんじゃないレフト。いやでももう出てきてますよ外野が。いや出てきてるけどさ、はい、でも筒子が使えるってなったら欲しいか、欲しい、かまわない。それか中日ね。あ、中日、まあ、中日はやっぱり新しいチームを作るためには取らない方がいいね。そっかそっか、そうですね。ってなるとやっぱり巨人、ヤクルトが取ると面白いけどね。ああ、神宮刺激、はい、うん、塩見選手抜けてますけど塩見選手は帰ってきたとしても、うん、そうですね、うん、それはレフトでっていうことになるんですか。まあもちろん、うん、やっぱ刺激という意味ではさ、うん、やっぱヤクルト欲しいかもな。そうなってくるとそうですね、厚みにまた打線に厚み出ますし、村上選手もいい刺激になるかもしれない。まあ可能性はあるよな。うん、まあ、ヤクルトなんか本当に身内でやってるみたいなもんだから、はい、新しいなんかこう血が入ると、うん、またちょっとそこから変化を起こして変わってくる可能性もあるからね、うん、だから本当にヤクルトっていうのは面白いかな。そうですね、うん、ね、筒子選手の去就っていうのは気になります。まあ、本人的にはもしかしたらやっぱりねメジャーでやりたいっていうふうに思いが強ければ、まあ、まあそうだね。俺はなんかもうその
強いような気がするよ。うん、で横浜は今帰りたいだろうけどさ、はい、まあ、一番慣れ親しんだね、うん、まあ、球場でもあるし、まあ、選手も残ってるだろうし、ただ空きがない、空きがない、まあ、そういう問題も起きてくるよね。そうですね。この後どういうふうな動きになっていくのか、まあ、記事を追っていくしかないんですけれども、うん、またちょっとね、筒香選手の動向が分かり次第このチャンネルでも、ね、はい、はいはい、お伝えしていきたいと思います、はい。